料理の超発見録、番組 MC の森下雄一郎と言います。よろしくお願いします。では次は次の企画に行きます。この人をつなぐリレーを次の企画といえば、せーの、わが町モノマシオランキング。イエーイ。ということで今からですね、ちょっと串間の街並み、もしくは人のいるところにちょっと行ってですね、この串間の人たちが選ぶ、わが町モノ場所ランキングということで、そのわが町、その住民の人たちが自分たちが進めたいものや場所っていうものを、ランキングを聞きに行ってきますんで、いっぱいありますからね。ありますね。はい、はい、まあ、汗だくですが、このまま行ってきたいと思います。では飛びましょうか。はい、はい、行ってきまーす。山並みがすごい好きです。福島の行くかな。富岬、うん、ああ、お客さんもいらっしゃいます。あ、こんにちは、お邪魔します。福島のいいところって言えば、はい、富岬、お芋かな、うん、人間じゃみんなよくはな。私だったら戦時中の人間だったから、当時の芋ばっかり壊されてたのが頭くっついてるんだけど、徳島の芋は確かにこう言ってる。やっぱ今ごめんでしょ。これお願いします。人間味あふれる人たちでございます。柑橘系と芋と、富岬、やっぱり恋顔が、はいはいはい、大野屋のプリプリ。ああ、そうですね、プリプリか、プリプリ丼、ご当地グルメです ね、うん、こんにちは。今、こんにちは。こんにちは。ね、ブリブリ丼とかあるからね。うん、はい、富岬もいいところ、馬もたくさんいますので、はい、現在216頭いるんですよ。馬がね、そんないるんですね。はい、よいしょ。はい、インタビューからこの串間、駅ですね、帰ってまいりました。帰ってまいりました。いやいやいや、結構切れましたね。はい、いろいろといろんな意見がたくさん、切れしました僕も。まあ、へえというものや、はいはいはい、なんかまあまあそうやねというようなものも含めて、知らなかったところもあったので、あ、確かに、うん、いや、楽しかったです。はい、ということで、まあ、早速ですが、この串間の、わが町モノ場所ランキングということで、このベスト3、この地域の人たちが選ぶものとですね、場所、こちらの上位3位までをですね、皆さんにお届けできたらと思いますので、まあ、早速ですが、ではモノ部門、はい、サインお願いします。福島プリプリ丼。へえ、いいですね、プリプリ丼。はい、これはあれですよね、福島のブリを使った丼ぶり、ね、はい、ご当地グルメとなって今結構人気が出てきてます。いや、あれ美味しいです。僕も何回かね、いただいてるんですがね、こう野菜もちょっと入ったりして、ね、はいはいはい、ほんとプリプリな、なのでプリプリかけてますね。かけてますね。はい、まあ、ぜひぜひ一度チェックしてもらえたらと思います。はい、で、場所ですね、場所、福島の場所部門ですね。はい、では、第3位お願いします。はい、高松海水浴場。これは、福島の、じゃあ宮崎、はい、宮崎県最南端の、まあ、海水浴場として、はい、が福島にあるんです ね、 ですね。あそこ綺麗ですね。綺麗ですね。南国情緒漂う感じで、そうですね、はい、ザ・南国というようなもの、味わえるような海岸になってますんで、まあ、これもまたぜひ随所見てみてくださいね。はい、では次はいよいよ第2位ですかね。2位のではモノ部門、はい、お願いします。完熟金柑たまたま。たまたま、イエーイ。金柑、これはもう石神君の本業ですが、嬉しいですね、やっぱり。そうですね、はい、やっぱ石神くんは柑橘系の生産者さんなので、まあ、金柑やみかん、本柑などを作ってるんですけど、ね、やっぱこの金柑、たまたまっていうのが人気ですか。はい、人気ですね、やっぱり自分も作ってて、いろんな県のお客さんから欲しい欲しいとやっぱ注文が来るぐらい、すごく有名な品種ですね。なるほど、おいしい。おいしいですね。本当こんなピンポン玉なんですけど、やっぱり完熟なので、ダブッと見けちゃう感じが、なるほど、たまらない。いや、これ本当美味しいですから。今後もいただいてますけど、美味しいです。ぜひぜひ。
では場所部門第2位、はい、お願いします。麹島。麹島、イエイ。これ麹島っていうのはあれですね、はい、僕も知ってますよ、はい、猿が、はい、猿が生息している、猿だけが住んでる。そうですね、お猿さんだけが住んでます。その島は人も住んでいない。人もいないですね。猿だけが住んでいるっていう島なんですね。もう島は本当に魅力です。そこのお猿さんは、まあ、お芋を海水で洗って食べるということでちょっと有名で、はい、麹島っていうのは、幸せ。そうですね、都会た島で、はい、幸せの島で猿が幸せに暮らしていると、はい、では麹島、まあ、これもぜひチェックしてみてください。ではいよいよ島の我が町、この場所ランキングの第1位、はい、いよいよ第1位ですが、モノ部門第1位発表お願いします。お芋。イエイ。芋、お芋ですね、はい、お芋、まあ、お芋有名なんです。お芋っていうと福島では甘蔗というんですね。甘蔗と言ってますね。甘蔗、まあ見た目はですね、多分僕も最初聞いた時に分かんなかったんですけど、本当僕らが多分認識してるさつまいも、はい、みたいな、もう本当にそのものなんですけど、福島の人たちはそれを甘蔗と呼んで販売されてるんですね、はい、甘くて甘さが、うん、すごく美味しいお芋なんですね。でやっぱ地元の人たちも皆さん口揃えてね、インタビューではいややっぱ芋でしょと、甘蔗やねっていうのが多かったんで、はい、まあ、これはもう1位です。間違いなくダントツの1位というのもですね、はい、間違いないじゃないですか。では続いて最後なんですけども、福島の、地域の人たちが選ぶ場所部門第1位ですね、お願いします。はい、問岬。イエーイ。まあ納得といった感じですかね。そうですね、もうこれはやる前から分かってました。まあ確かに僕も嬉しいですから問に住んでる住人として。そうですね、石上くんはですね、その問岬っていうものがあるところの問地区、はい、でもずっと育ってきてるので、うん、そこはね譲れないです。嬉しいですね。まあまあまあ、まあ、この問岬はですね、有名なのは、野生馬が、ね、野生の馬が、ね、はい、生息しているという、本当にでもそう考えたら福島というのは野生の猿が大島にいて、で野生の馬がいて、で野生の人間がいると思う。まあというような感じで、まあ、この福島の我が町モノ場所ランキングということで、はい、この町の人たちが選ぶ、うん、ランキング3を、はいね、これはある意味リアルだと石上君とも言ってたんですけども、まあ、今回インタビューできたのが20人弱ぐらいそうですけども、多分これ100人に聞いても多分同じようなランキングだったんじゃないだろうかと思っていますので、ぜひぜひこのランキング参考に、また皆さんがこれからですね、どっか観光に田舎に行ってみたいなとか、自然と触れてみたいとか、まあ、もしくはなんか美味しいものを探してるとかいう方はですね、やはりこの地域の地元の人たちが選んでいるものっていうのは、おすすめするものっていうのはある意味僕はリアルだと思うので、その声ですよね、まあ、ぜひそれを参考に、まあ、していただけたらと思います。でこのランキングはどんどんこれからいろんな地域でまた、同じように紹介していきますんで、まあ、福島をはじめ、はい、いろんな地域をこれから皆さんに届けていきたいと思います。では本当に今回ですね、このランキング思った以上に、うん、皆さん快、く受けていただいて、地域の方から、はい、受けていただいた方にまず ありがとうございますと言いますと、まあ、より多くの人たちに世界まで届けということで、うん、この情報が届いてくれるのを祈っています。ではランキングこれで終わりにします。はい、ということでいよいよ最後の目玉企画、地域の日本唯一の発見っていうね、オンリーワン。そういうことですね、はい、日本唯一があればこの場所か物がある場所に僕たちは飛んでいますんで、皆さん楽しみにしてくださいよ。せーの、行ってきます。はい、到着しました。ということでですね、今回の検証結果は、この宮崎県日本唯一というものはこの場所でした。この野生馬、はい、です。僕は問岬という場所なんですけども、そこに野生の馬が生息していると
これは日本で唯一だということで、まあ、いろいろ市の人にも聞いたり、インタビューしたりとかで発見できました。意外と今回は、思ってた以上に楽だったのが、まあ、石上くんがいてくれたっていうのもそうだけども、実際町の人たちが思った以上にそれを知っていたという。そうですね。で、よかったです。僕の予測では、意外と知らないんじゃないかとか、何かあるだろうけど、みんな知らないことを見つけようと思ってたんですけど、やっぱ福島にとっての、この富岬野生場というのは、すごく、誇り、この町の人たちの誇りでもあり、っていうところでしたので、はい、福島の富岬の野生場を、ぜひ、皆さんにね、はい、見に来てもらえたらと、見に来てほしいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ではこの地方発見録第1回目ですね、この福島無事、これで終えさせていただきますが、最後に、この地域ナビゲーターを務めている大事な僕の友達石上くんにですね一言、はい、福島は本当にいい場所、いい野生場もいますし、美味しい食べ物たくさんありますので、ぜひ福島に来てほしいなと思っています。はい、ありがとうございました。まあ、今回、この石上くんをはじめそれぞれの、バトンリレーで紹介いただいた方々にですね、まあ、地域でつないでいただいたご縁と、また地域外で一人おつなぎをいただいています。その方たちでつないでいただいた地域にこれから僕が行ければと思いますので、簡単に皆さんの紹介いただける方のインタビューを持ってますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、ではこの人をつなぐ、福島での人をつなぐバトンリレーというのを、この松田さんで終えたんですが、この人をつなぐバトンリレー実はもう一個ありまして、福島を離れたどっかの地域で僕がまた回った時にその現地をナビゲートしてくれる方であったりとか、こんな、面白い人がいるよっていう方をつないでいただきたいということがありまして、今回皆さんに相談したんですが、内藤さんの方からぜひということで歌えた方がいるので、ご紹介いただけたらと思います。あ、はい、そうですね、まあ、福岡の糸島市、めっちゃ熱い人がいるので、はい、ああいいですね。ぜひその地域を起こしたら、はい、その何か町を盛り上げようという人がいるので、ぜひご紹介したいと思います。ありがとうございます、はい、では次回ですね、僕が糸島市を紹介させていただく際にはぜひ内藤さん通じてその方にお会いできたらと思いますので、またその時を、視聴者の皆さん楽しみにいただけたらと思います。皆さんありがとうございます。では、今回人をつなぐリレー福島、これで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。イエイ。はい、ということで本当にありがとうございました。ではまた、さようなら。すいません、この串間市のですね、こう素晴らしい場所とものを皆さんに聞いてるんですけども、どこかありますかね。どこかあります？福島のいいところ。